プレノケラトプスは、アメリカモンタナ州、ツーメディスン創場部時の秋後期、約7430万年前から知られる、ツノ流類恐竜の属の一つ。古代ギリシャ語で、傾斜のある角の顔を意味する。生態復元ズプレノケラトプスは2004年に、ブレンダ・チネギーによって、初めて記載された、ボーンベッドで発見された、唯一の基盤的新ツノ流類ということで変わっている。 プレノケラトプスには、模式種プレノケラトプスピエガンレンシスが内包される。プレノケラトプスは大ウに似たくちばしによって特徴づけられる植物食恐竜、ツノリュウ類に分類される。レプトケラトプスに近煙で、それより数千万年ほど先行していた。レプトケラトプスよりも低く、より傾斜した頭部によって特徴づけられる。 以下の系当時は2015年のマコビッキー他によるトポロジーを参照したもの。プレノケラトプスは他のすべてのツノリュウ類と同様に植物移植性だった。騎士植物は地理的に限定されていたため、シダ、ソテツ、シンヨウ葉樹などの当時の主要な植物を食べていた可能性がある。鋭いくちばしで葉を切り取っていたと思われる。ありがとうございます。